皆さん、こんにちは。インターネットの方々、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日はドレスデンから牧師ご一家が来ておられて、我々がお世話になった牧師ご一家なんですが、歓迎の拍手をしたい。どうもありがとうございました。2013年ですかね、我々が行ったのね。ですから、日本に滞在された娘さんはこちらの方にね、4ヶ月ほどいらっしゃるということで、感謝ですね。どうもありがとうございました。それで、フィリピンの方からですね、カスティーヨ牧師が昇天されたっていう連絡が入ったんですね。で、カスティーヨ牧師っていうのはどういう牧師かって言いますとですね、快諾し始めて、働き始まった頃、ちょっとしてからですね、予言で、フィリピンにあなたは行きますから、用意をしなさいっていう、そういう予言が与えられたんですね。で、フィリピン、知り合いもいませんでしたからね、すぐ祈って忘れちゃったんですね。それが何回か1年のうちに来て、で、最後にですね、あなたはフィリピンに行きますから、真剣に祈らなければいけませんって非常に強い予告が来たんですね。それで悔い改めて、そしたら1週間ぐらい経ってフィリピンから連絡があったんですね。カスティーヨ牧師が、人を介してね、日本の教会からフィリピンにチームを送ってほしい、そういうふうに連絡があったんですね。それでフィリピンに我々が行くということだったんですが、当初、クルスエドをやるっていうことだったんで、伝道集会ですね。そして向こう行ってみたら、そうじゃなかったんですね。クルスエドだったんですが、その横に、奇跡と癒しの集会って書いてあったんですね。びっくりしちゃって、私はカリスマだから、奇跡と癒しが起こるぐらいは知ってますけど、自分たちでそういう集会なんてやったことないのでね、みんな怯えちゃって、そして、体制の意見はですね、できないって謝ろうっていう、謝る必要もないっていうのは、そんな話聞いたこともないし、勝手に向こうの方でつけて それで宣伝してるわけですからですね。だったんですけども、じゃあ主に聞いてみる必要あるなということで、ね、主に聞いたんですね。そのままやりなさいっていうことだったので、そのままやったんですね。そしてね、最後の癒しの祈りの時になった時にはですね、みんな怯えちゃって、逃げるんですよね。引いてくるんですね。その時だけ牧師を前に出そうとするんですね。で、私を前に出そうとするし、私も引くし、そういう感じだったんですね。ところが、そこに癒しが起こって、ガーンと技が起こったんですね。それは新聞にも出て、そしてそれ以降ですね、フィリピンとの関わりが非常に深くなって、特にカスティーヨ牧師を中心としたグループとのね、協力関係っていうのは進んだんですね。それでもう一つ印象的だったのは、カスティーヨ牧師のところに行った時に、他のグループでフィリピンに行って、そして行った時にですね、刑務所の記念政界の講師をやってほしいって言われたんですね。もう言われた瞬間に、これは御心でないってはっきり分かりました。ただし、なんか人間関係上ね、ちょっと答えにくいんですよね。だから私が曖昧に言っちゃったんですね。じゃあ、御心を確認してみましょうなんて言ったんですね。断ったんですけどね。日本人だったら分かると思うんですけど、国が違うから。そしたら、プログラムされてたんですね。具体的にね。ところが、特別な種の手があって、私の代わりにジャッキー・ハミルっていうオーストラリア人宣教師が行くことになったんですね。で、そのジャッキー・ハミルさんは、殉教を示されていて、それはジョン・ウィーバーという有名な牧師がね、殉教のコーリングをしたんですね。命を捨てても神様に従う人。それに応答していて、それでフィリピンに来た時は、もう私にはっきり言ってました。殉教するために来ましたって。具体的にね。それで、我々は、その刑務所伝道に行かなくなって、フィリピンにはいたんですけどね、その場にはいたんですけど、ジャッキー・ハミルを中心に
活性牧師とか行って、そしてそこで拉致されちゃって、でそこで、ジャッキー・ハミルを中心に5人のクリスチャンが射殺された、殉教したっていうことが起こったんですね。で、囚人は20数人皆殺しになっちゃったんですね。後で悔やがめたんですけどね、今大統領になってる人がいるんですよ。あの人がちょうどダボーの市長でね、お会いしました、お話をしました。そういうようなことになったんですね。その機中にいた方でね、特に、非常に強い協力関係でね、いろいろ動いていた人です。で向こうでまた話したことがあったんですね。よく言ってたんですけど、日本とフィリピンってね、距離があって遠いんですよね。ですからフィリピンの人は心の隣人だけど、距離的には隣人とは言えないわけですよね。でも死んだらみんな天国に行くわけですね。で死んでフィリピンに行くわけじゃないし、日本に行くわけじゃないから、そうなりますとね、どこに住んでるか分かんないわけでしょ。場合によってはね、隣にいるかもしれないですね。ですから、まあ、天国に行ったらご近所様ということですね、近い存在になるだろうというふうにこう言っておりました。まあ、今頃活性牧師やね、ジャッキーやなんかと再会して喜んでるんじゃないかと思うんですけども、まあ、我々はまだ使命があるのでね、それを全うしていかないといけないなと、こういうふうに感じます。それとともにですね、先週病院行ったんですね。病院行って、許可が出て、何かというと地方と海外は6月以降行っていいってね、まあ腰の手術の直後だったのでね、ストップを受けてたんですけど、ということでね、よかったのは海外に行かないといけないっていうふうな示しなんですけど、いつからどのあたりを行くのかっていうことからに関してね、ちょっと祈ってたところなので、ちょっと目処が出てきたのでね、またそのためにお祈りください。まあ、初期の海外選挙が終わって次の段階の海外選挙に移ろうとしてるんですが、さらに、いろんな事柄が頻繁に開かれるとともに動きが起こってくると思うので、重荷のある方はね、どうぞ祈っておいていただきたいと、こういうふうに思います。それではですね、4月29日に心ゴスペルっていうコンサート、プレデンドですね、ゴスペルのコンサートがあります。その宣伝映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまで、いろいろな曲を聴いていただきたいと思います。
きますよ、3、はい、バタ。このね、肩のこ の, あのゆっくりした感じで、そして本当にあの、のびのびとの声を出していただけたら嬉しいなと思います。聞いた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には温かい光が差していた。そこには愛があった。また皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。私たちの教会ではいろんなところで路上ライブをしてるんですけども、あの路上ライブを通してね、いろいろ人に触れたり神様の技が起こったりする場合がこの多いですよね。また同時にハトしか聞いてなかったりする場合もありますけども、路上ライブで、ゴスペルが歌われるわけですから、まあ、主の栄光がねそこで表されているっていう面で非常に霊の戦いの大きなポイントになっているとも考えられます。また同時に今コロゴスペルっていうのはプレ伝道ですよね。それを通して主に触れていただくということを成して、まだ実際それを通して、教会に来られたり救われたりする方もいらっしゃるんですが、さらに大きな神様の働きが起こった時にその聖霊の働きに触れた人たちにさらに大きな技が起こるということを期待しつつね、こう見ております。で、今世界に起こりつつあるリバイバルのこのポイントとしてね、賛美があるっていうことを感じますし、またこれから賛美を通してさらに大きな技が起こってくるっていうことをね期待しています。で、4月29日にコロゴスペルの集会が行われますので、ね、またいろんな方々を連れていらっしゃってください。それと映像の働きが、非常に用いられるということで今映像を作り続けてるんですが、この間白馬賛美、白馬キャンプの時のサイの映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。幼い時から朗らかで笑顔の絶えない明るい息子でしたが、小学2年生の半ばから学校から落ち込んで帰ってくることが多くなりました。忘れ物が多いこと、整理整頓が苦手であることなどで担任の先生によく注意されていたようでした。3年生になりクラスと担任の先生が変わりました。ある日懇談会が開かれ、クラスの男の子がADHD の発達障害のため大学病院で治療を受けているということについてお話がありました。その時にいただいた ADHD に関わる資料を見て、息子が注意欠陥 ADD に当てはまっているのではないかなと感じました。後日担任の先生に相談したところ、
衝動性などは見られませんが、注意欠陥 ADD はあるかもしれませんと指摘を受けました。息子が良い状態で学校生活を送れるようにと思い、大学病院に診察の予約の電話をしてみましたが、予約は3ヶ月待ちで混んでいて見通しが立たないという状況でした。その年の夏、教会のサマーキャンプである白馬キャンプに初めて参加をしました。家族4人での参加を申し込み、心待ちにしていたキャンプ数日前、大きな虹が表されて虹のアーチをくぐる体験に感動を覚えました。白馬キャンプから帰ってきた数日後、息子の様子がいつもと違うことに気づきました。友達と遊んでいてトラブルがあったようですが、友達とも私とも目を合わせようとせず、ただ無言の状態。息子と二人になって話し、たしなめようとしたその時、はっきりと神様に言われました。この子には苦しみがあるよ。この子は苦しんでいるんだよ。思いがけないことでしたが、はっきりとその言葉を聞きました。そしてそのまま息子に、何か苦しいの？と聞きました。すると息子は急に咳を切ったように激しく泣き始めました。いつも目に見えることだけにとらわれて、息子の気持ちに寄り添うことができずにいました。悔い改めて神様に祈りました。私には息子の苦しみが分かりません。息子の苦しみが癒されていくのに、もし大学病院での治療が御心のことなのでしたら、道を開いてください。そう祈った1、2時間後、家の電話が鳴りました。大学病院の看護師さんからでした。急ですが来週こちらに来られませんか？診察当日、病院では数々の問診の後、 ADHD の注意欠陥型との診断を受けました。薬の服用とカウンセリングの治療をしていくことになりました。 ADHD の特性のため、忘れ物をしやすかったり、整理整頓が苦手であったようなのですが、自分は何をやってもダメなんだと自分を責め、うつ病になる子どもも少なくないことを医師から聞かされました。息子の心の状態がギリギリセーフだねとお医者さんが言われたとき、3ヶ月後ではなく今診察を受けることができたことを神様に感謝しました。また医師にこう言われました。日本では ADHD などの発達障害の理解、社会の対応が遅れています。ですからこちらの方で社会に対応していく必要があります。将来就労が困難にならないようにするためと理解してください。薬の服用が始まりましたが、幸い消化器系の副作用も起きず守られました。1ヶ月ほど経った頃、息子に目に見える変化が起きてきました。それは字が丁寧に書けるようになったことです。それまでお手本のなぞり書きも苦手だったのですが、きちんときれいに書けるようになったのです。このことには担任の先生も私も主人も驚きました。その変化を喜び、素直に褒めることができたことは幸いでした。僕もやればできると自信を持つことができた息子は、明るさを取り戻し、落ち込みや諦めの表情から本来の穏やかな笑顔が見られることが多くなりました。薬の効果により注意欠陥の状態は改善されていき、学校での生活に特に問題がありませんと担任の先生から言われるようになりました。体が小さいので、幼児用の紙おむつを履かせて寝せ、毎晩夜中に起こしてもいましたが、お布団まで湿っていることが多くなり、困っていました。その年の夏、息子と二人で白馬キャンプに参加しました。その年は、主人が仕事を休むことができず、参加は無理と思われましたが、なぜかどうしても息子を連れて行かなければならないという思いがあって、
下の子の世話を主人の母にお願いして参加しました。白馬キャンプの夜の正解は10時ぐらいまでなのですが、息子の体調を考えて9時過ぎに小学生の正解に迎えに行きました。部屋に戻り、お風呂に入る準備をしていた時に大変なことに気づきました。紙おむつが見当たらないのです。まさかそんな大事なものを入れ忘れることなどないはずと探しましたが、1枚もないのです。ということは、息子を一睡もさせられない。家族で参加して車があったらコンビニにおむつを買いに走れる。でも車はない。ホテルの売店に売っていない。絶体絶命でした。聖書に、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。ともかく感謝しました。感謝しましたら落ち着き、夜の正解の後に癒しのミニストリーが行われていることを思い出しました。時計を見ると9時半ぐらい、まだ間に合う。神様におねしょを癒してもらいに行こうと息子に言って、2人で正解会場に向かいました。正解終了後、牧師の方に夜尿症の癒しのお祈りをしていただきました。そして必ず癒されたと確信を持ちました。息子を寝かせた後、夜中に一度起こす必要はあると思い起こしましたが、ベッドは濡れていませんでした。朝もう一度起こしても大丈夫でした。2日目の夜中も3日目の朝も大丈夫でした。帰宅してからは夜中に起こさず、朝まで息子を眠らせたいと思い念のため紙おむつを使用しましたが、全く汚れることがありませんでした。夜尿症が完全に癒されたことを確認しました。その年の秋、小学校に入って初めての泊まりがけの行事、野外活動がありました。夜尿症が癒されたので、何も問題なく参加をさせることができました。白馬キャンプに参加した際、私は野外活動の時期が近づいていることを意識していませんでした。二人の子育て、日々の息子への対応で忙しく、考える余裕がありませんでした。あの時、白馬キャンプで夜尿症が癒されていなかったら、すべてをご存知の神様が助けてくださいました。またもや、ギリギリセーフの祝福でした。大学病院での治療は中学2年の冬で終了しました。最後の診察日、主治医の先生から、これからは自分の力でやっていけるね、大丈夫だねと聞かれますと、息子は落ち着いて大きくうなずいていました。その1年後、第一希望の学校に合格し、希望を持って新たな歩みへと進み始めました。表される住まい、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、はい、感謝したいと思います。まあ、神様が2つの病気を癒してくださったっていう、その癒しの証ですけども、こういうことは多くの人が知らないのでね、これが伝わって、また神様の素晴らしさがね、さらに知らされていけばいいと願っております。また、映像の働きにおいてはね、重荷のある方はどんどんやってください。主の手のあることは進みますのでね、そのことを覚えておいてください。それでは1分動画があるので、それを見ていただきたい。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領、アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべ、その他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩御飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。祈り聞き従うことは非常に重要な事柄です。信仰がこう私たちの中心なんですが、祈るということはその信仰を運用することになります。そして聞き従うということはその信仰をですね、運用することになると。そして運用することによって具体的な現れが起こってくるということになります。ですから信じていることは重要なんですが、それだけでは神様の言葉の成就というのは見ないということになります。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、詩編の34編ですね。でこの中でですね、こういう言葉が出てきます。すべての恐怖から私を救い出してくださった。そして6節は、すべての苦難から救ってくださったと。この2つの言葉です。私たちがイエス様を信じると、十字架を信じますとね、私たちの罪が許されます。我々の罪はすべて許されるわけですね。その結果、神様がこの素晴らしい愛を持って私たちを愛してくださる愛の実質が私たちに現れてくるのですね。で罪の許しとともに永遠の命が与えられると、この事柄がきます、まあ、神様との素晴らしい交わりの中に入っていくわけですね。それとともにですね、ここに書いてあること、これが与えられていくんですね。すべての恐怖から救い出される。すべての苦難から救い出されると、こういうことが起こってきます。ですから罪が許され永遠の命が与えられ、神との素晴らしい交わりの命の中で生きていくだけではなくて、いろんな問題からの解放とか恐怖からの解放が与えられるというふうに書いてあるんですね。で私はクリスチャンになった頃、これを見ながらですね、そうは思いませんでしたね、まあ、そういう方向で主は働くけれども、解決しない問題もたくさんあると、こういうふうに感じてたんですね。ところがですね、クリスチャン生活を送っている中で大きな変化が起こってきたんですね。困難苦難なんて最初は全く解決しなかったのが解決し始めたんですよね、具体的に。でその時にどうして解決しなかったのかということは、まあ、そう思ってなかったっていうことが一つあるんですが、もう一つの重要なポイントはですね、信仰を使ってなかった。これが一つ大きなポイントとしてあります。それで初代でカリスマの聖会が行われたことがあったんですね。でまだ私は聖霊のバプテスマは受けていたんですが、受けているとは思ってなかったんですね。でその時に初代に
こう言ったんですね。集会でね、そして聖霊のバプテスマも受けたいと思って行ったんですね。そしたらその聖会で、献金を進める方が来られてね、そして献金要請したんですね。それがまたうまいんですよね。でその言い方がね、全部出せみたいな感じなんですね。持ってるお金全部捧げようっていう感じなんですね。新学生だったら500円ぐらいしか持ってなかったんですけど、でも500円渡しちゃうと帰れなくなるわけですけどもね。でもなんかそうしないと主の祝福を受けられないような気がしてね、500円ね渡したんですよ。それで受けなかったんですね。いや、よく分かんなかった状況が。そしたら頭きちゃってですね、もう一文なしになったんですね。もう夜遅くだから帰るったって電車で1時間かかってきてるわけですからですね、どう帰っていいか分かんないと。それでね、祈ったんですね。もうまっすぐ間違いなく迷わずに行けるようにしてくださいって祈って、目の前の道にまっすぐ行ったんです。そしたらですね、15分です。1時間15分です。ちょっと15分ぐらいの差しかなかったんですね。ところがね、土曜日と日曜日、教会に行くお金と生活するお金がないわけです。で、その時にですね、私はジョージ・ミューラーの本を通して、一つのことは理解してました。祈りが聞かれる。神様は生きて働いている。理解してたんですね。だからそう思ってたんです。ただね、ジョージ・ミューラーのようなことは起こってなかった。ただ、しかし私はね、それを信じてたんですね。ところがね、追い詰められちゃったでしょ。で、そこで何をしたのかっていうとですね、祈ったのです。そしたらね、答えられたんです。そして、それが今に至るまで続いてます。その時にですね、私は祈りが答えられるという信仰を持っていたけど、具体的にそれを働かせなかった。その結果どうなったのかっていうとですね、祈りの答えがなかったんですが、信仰を働かせた時にそれが起こり始めたということです。ですから信仰を働かせるっていうことは重要です。で、信仰っていうのは神の言葉に立ち、それを行うことですけども、その働かせる場合、3つの中心的なポイントがあり、その1つがね、祈りです。今見た聖書の箇所は両方とも祈りがポイントとなっているのを気がつきます。ですから皆さんが具体的な主の言葉のあられをもし見ないとするならば、信仰を使っているかどうかということを考える必要があるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。でまた、予言でいろんな国々に個人を作りなさいというふうにこう神様が言っておられます。ですから個人を作っていくのは御心だろうと、こういうふうに感じるんですね。で今我々にはカンボジアとザンビアに個人とストリートチルドレンの、ね、働きがあります。あとフィリピンでは学童支援をやってます。土地と建物を持ってます。土地を持ってます。ブラジルで土地を持ってます。それからガーナで土地を持ってるんですね。それで、私たちの教会というのはですね、教会の中でもね、最も貧乏な教会だった。お金がない。なさそうな人しか集まんない。そうですね。じゃあね、どうしてその宮座が起こってきたのかっていうと、神様が個人を作りなさいという言葉に従ったときに、具体的に主の手が働いたのです。そうしますと、一つ見えてくることがあります。聞き従うという信仰の運用をしたときに、それが表されて、つまり信仰を働かせたときに具体的に現れた。それとともにですね、東京に来るにあたって、私の息子の事柄を用いられたんですね。まあ一つは高校に入れないって言われたんです。でその時に
すべてのことを感謝しなさいという御言葉があります。それは問題とか困難が起こっても感謝しなさい、その後ろに神の素晴らしい計画があるということを言っているわけです。で、その感謝のその実践をいたしました。高校に入れないと言われましたけど、この後ろに神の素晴らしい計画があります。で、使っていったんですね。そうしますとね、信仰が働くということになります。そうしますとね、御言葉の実が成就してくることになるわけですね。ですから私たちは神の言葉を信じ、それに立つということは重要なんですが、同時にね、それを行うっていうことを通して具体的な主の働きと技を見ていくことになるということをどうぞ覚えておいてください。ですから信じる、で、信じたことに従うということは重要な意味合いがあり、それを通して皆さんにおける神様の計画とか神様の技とか恵みがですね、満ちていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御座を表してください。何か勇気がなくてですね、踏み出せない方がいらっしゃるんですが、祈り、主の御言葉を受けていきなさい。その時、それが土台となり、それがこの一つのポイントとなり、動きが起こります。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご予行と御座を表してください。何か突き放されているように、そういうふうに見えている方がいらっしゃいますが、主の御心に立っていきなさい。見ているところがちょっと違います。その時に疑問だったと思われることの回答が見、自分の思われているのとはだいぶ違うということに気がつきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を表してください。なくしたものを惜しんでいる方がいらっしゃいますが、感謝し、従っていきなさい。それらの事柄は益となってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行いかよ。イエス・キリストの目にあって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの目にあって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を抑え。イエス・キリストの目にあってお一人お一人の体と精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。軽い不眠の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエス・キリストを見られて、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますよ。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンの方をご覧ください。コロゴスフェが4月29日に行われます。いろんな方々を連れていらっしゃってください。北陸聖会が明日からありますのでお祈りください。土曜日に6時半よりゴスフェの集いがあります。伝道的な集会ですので、いろんな方を連れていらっしゃってください。
広島カリスマ聖会で生田姉妹と中川姉妹の牧師の安置が行われました。中国大会ですけども、一部オリーブの木になりました。中国はですね、北海道、北陸、中国、四国の4地域の代表による選定となります。感謝の選手式とかお休みです。あとはいつもの通りです。はい、よろしくお願いします。ゴスペルの集いのお知らせです。3月23日土曜日18時半から教会会堂でゴスペルの集いが行われます。インターネットでライブ配信も行います。皆様ぜひいらっしゃってください。お待ちしています。教会会計からです。2月の会計報告を受付に置いてあります。どうぞお待ちください。新学校からです。新学校では2019年度の新学生を募集します。導かれる方は新学校までご連絡ください。以上です。はい、どうもありがとうございました。それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。